中野拓夢が来シーズン、選手会長就任へ。シーズン MVP は、他の選手でお願いします。小学生男子に大人げ。中野は気持ちが強いからな。どんどん責任ある立場にしていけ。中野は世界一を経験して、そのままフル稼働して日本一も見届ける鉄人すぎるやろ。オフゆっくり休んでほしい。中野のコンバートもぶっちゃきなみというバッターがうまくはまったことが大きいよな。これで中野セカンドは、くてもショートがガタガタから今のここ順位どうなっていたかわからないし。だからこそ来年木浪調子落とすなよほんと。木浪坂本はほんまようやってくれた。ここダメやったらシーズンもきつかった。年俸に色つけてあげてほしいわね。中野の背番号6にならんやろか。村上もそうやけど活躍した選手は若い背番号を付けてほしい。森下の1とか最高に見栄え良かったしな。ほんまそれ。鳥谷神格化しなくてよかったわ。さっさと有力選手に背番号を与えるの大事だよね。